ムキムキオラオラ狼系男子、リオセスリ。リオセスリは11月17日から実装予定のフォンテーヌに登場するキャラクターで、彼はメロピデ要塞の管理者であり、囚人たちからは公爵と呼ばれています。神の目は氷、使用する武器種は放棄、命の星座は極主剣座。読み方は極主剣なのか極森剣なのかはわかりません。漢字苦手なので聞かないでください。声優は進撃の巨人のエルヴィン・スミス、ジョジョの奇妙な冒険シリーズの空城城太郎などのキャラクターの声を演じる小野大輔さん。原神公式 X によると、嫌いな食べ物はシグウィンの作ったミルクセーキ。リオセスリ曰く、不毛の味を楽しめるとかなんとか。不毛とは土地が痩せていて作物などが育たないこと、またその土地、何の進歩も成果もないことの例え。コトバンク参照。バージョン 4.1 の予告番組で判明しましたが、リオセスリは元ボクサー。その戦闘スタイルや鍛え抜かれた全身の筋肉に注目。原神抱かれたい男ランキング、上位間違いなしです。声優ネタから空城城太郎をオマージュしたような攻撃ボイスもあり、運営の遊び心も入ったキャラクターです。興味のある方はぜひ聞いてみてはいかがでしょうか。興味のある方はぜひ聞いてみてはいかがでしょうか。終わり。